はい、今日は流しそうめんをしたいと思います。ね、夏らしいと思ったので買ってみました。こちらですね、色は黒を買いました。で、このセットの中にはこのね、薬味置きと、これが水流起こすやつと、受け皿と、あとカップがね、2つついてきました。はい、今日は、ぼやけてるぞ。はい、そうめんとへぎそば、これはね、はい、ただのそばじゃございません新潟のね、有名な、食べ物、へぎそばですね。はい、こちらを食べていきたいと思います。はい、飲み会のね、2次会3次会ぐらいの時に、ヤギそば、そば屋さんに食べに行くことがあります。美味しいおそばです。はい、じゃあまずね、そうめんを流します。うわー流れてる、すごく地味ですねでもなぜか流れてると美味しそうに見える。こうやってすくって食べると、おそば用の粒、つゆと、そうめん用の粒、粒じゃないつゆを分けました。とネギを入れて、これがそば用だったから、そば、あ、間違えた、そば、そうめん、そうめん用は生姜とネギを入れます。で、そば用はわさび、わさびとネギを入れましょう。はい、なかなか食べないっていう、入ってるよ、おいしい。では食べ始めたいと思います。いただきます。そうめん、あ、全部入れちゃった。おいしい。もうちょっと入れよう。よいしょ。おお。ちょっと水流が遅くなりましたね。たくさん入れるとね、周りが良くないみたいな感じですね。美味しい。美味しいですけど、とっても地味ですね。あ、落ちちゃった、やってしまいましたよいしょ、よいしょ。落としたのは後で洗って食べますはい、いっぱい入れすぎかな、なんか回らなくなってきましたね。いっぱい入ってて回らないです。食べます。
おいしい。ラーメンはあんまりすするのがね、得意じゃないんですけど、そうめんはつるすすれちゃいますね。ボタンのところに水が、美味しいですね。わあ、流れる流れる。よくコンビニのね、そうめんとかそばとかにはほぐし水って言ってね、ほぐすための水がついてると思うんですけど、その代わりですね、これは。ほぐしながら食べれるという。おいしい。何人用とか書いてないですけど、家庭用卓上流しそうめんだって。こうテーブルの真ん中にこれを置いてぐるぐる回しながらみんなで食べるんですね。さすがにこれをね、ここの家でね、一人で使うのは寂しくなるので、今回使ったら実家に持っていきたいと思います。だいぶ処理に困りますね。また使うまでこう引き出しにしまっておくのが、多分そうめんとか作っても食べきる分だけすぐに作って食べてしまうので、ほぐす必要がないというかね。はい、そうめん、ちょっと落としちゃったやつ以外を食べました。ピカピカです。ではね、まだと、もうちょっと、よいしょ、でいい。美味しかったですね。では次はそばを食べていきたいと思います。このままでもいいけど流しちゃいます。異様な光景ですね。流しそばって、しかもあまり流れないですね、重たいから。
蕎麦自体が重たいので。いただきます。美味しい。わさびが効いてて美味しい。もっと入れようと。刻み海苔を買ってくればよかったな。うん。流れろ、流れろ。水流に乗って流れないですね。美味しいのでいいでしょう。そばはね、食べ応えもあるし、お腹に結構たまりますね。うん。もうね、8月も月末になって、学生さんとかね、夏休みももう終わりかなっていう人もいらっしゃると思うんですけど、そこまでね、気温的には夏らしい、そんなに猛暑っていう日は少なかったですね。まだこれから9月とかも暑くなるのかもしれないんですけど、うん、皆さん夏らしいことしましたか？私はね、全然ですね。今この流しそうめんをしてるぐらいで、うん、花火も見に行ってないですし、海にもプールにも行ってないですね。お腹いっぱいだな。だいぶ。あとこんな食べれるかな。まあ食べますけどね。
お腹いっぱいでも食べきれますけど。花火はね、なんか実家から車でね、まあ3、40分とかなんですけど、そのね、帰り道というか道中で横目に花火を見たぐらいですね。うん。あとは今年はまだ見てないですね。うん、おいしい、おいしいですけど、結構な満腹感、満足感です。これをね、また一人でやってるからね。余計にね、満腹感。あら、まだそうめんが残ってた。ここに。これ。そうめん。ぽちゃん。うん。なんかそうめんぐらいの細さだと、いくらでも食べれるっていうね。なんか幻覚に陥るんですけど、なかなかね、そばは、うん、そばはちょっと、そばぐらいの太さあると、うん、結構ね、食べるのに限界を感じていますね。切符が出そうになる。まあね、なんだかんだでもうちょっとで食べ終わりそうですね。にょふう、はい、もう夜ご飯はいらないですね。
今は8月26日の夕方4時半過ぎです。うん。はい。もう満腹すぎて、多分この後、満腹でバタンキューになるかと思います。はい、うちになりますね。改めてね、木下優香さんの、大食いに感心しますね。噛めません。最後の一かけらが、見えない、目が追いつかないですね。一かけらになったら急に早いんですけど急に早いんで、あ、掴めた、あ、またさらに一かけら、え、これはちょっと強敵ですねかけらじゃなかったはずなのにちっちゃいかけらがさらにちっちゃくなって、よいしょよいしょよいしょ捕まえられない、ちょっとスイッチプチ、よいしょ、あら、水面が反射してね、なかなか、上がってこないな、水の中で細かく切れてしまいましたね。はい、まあさすがにこんな細かいの取れなかった。そば湯ここにね入れて、こうまったりのんびり飲みたいところでしたが、はいとっても満腹です。今日は夏らしいことをしようと思って、流しそうめんができるやつを買ってきました。そうめんをねたくさん入れると流れが止まってしまいますし、あとそばも、そばの場合はねもう太さがねそうめんよりも比較的に大きいとか太いので、なかなか流れなかったですね。はい、家族でワイワイ楽しむのが、いいと思います。はい、お腹いっぱい、はい、美味しかったです。おしまい。